はい、こんにちは。勝又博物館です。今日は第1弾に続き第2弾ということで、ヒートメタルの方を紹介していきたいと思います。パッケージがこちらですね。はい、そして内容物はこちらになっております。一通りちょっと見ていきましょう。サイクロン、ジョーカーなどなど、エターナル、他は全部銅板とメモリですね。はい、このような形になっております。では一つずつ音声確認していきましょう。はい、では最初に紹介するのはこちら、32番サイクロンメモリ、仮面ライダーダブルサイクロン、サイクロンバージョンですね。はい、これは説明書に書いてありますが、これともう一つ後で紹介しますが、こちらのジョーカーメモリは鳴らします。サイクロン、サイクロン、このメモリ名と長押しでメモリ名変身音しかなりません。ということで長押ししてみましょう。サイクロン、はい、ということですね。では続けてジョーカーの方も確認していきましょう。はい、こちらがじゃあジョーカーメモリになります。では音声鳴らしてみましょう。はい、このような感じになっております。こちらはジョーカー、ジョーカーバージョンですね。仮面ライダーダブルのジョーカー、ジョーカーバージョン、そしてコンセレのダブルドライバーについているデラックスジョーカーメモリと比べると、まず違いはこの先端の部分の色が結構違いますね。こっちの方が金の色がすごいかっこいいです。こっちはなんか黄色っぽいような金ですね。そしてあと持つというボタンの部分が色がちゃんとこちらついております。と音声的にはやる気があります。こっちはジョーカー、ちょっと音声の速さが違うのかな。ジョーカー、ちょっと違いますね。若干違います。そして裏面、うん、いいですね。やっぱ剥き出しになってないというのは相当かっこいいですね。こちら剥き出し、まあ剥き出しも悪くないんですけども、相当こっちの方がちゃんとできています。ジョーカー、はい、ということで次からドーパントメモリー行ってみましょう。はい、次はこちらですが、皆さんお分かりでしょうか。今までのガイアメモリー、ドーパントメモリーはちゃんとこちらにロケットなどいろいろ文字書いてあるんですけども、これは書いてないですね。なんでかっていうと、ということでダミーメモリーです。これはデスドーパントバージョンですね。デスドーパントバージョン、映画で出てきましたね。この交換音しかなりません。ユニコーン、こちらの方はですね、長押しするとメモリ名プラスアップグレードプラス変身音が鳴るということなので、ちょっと長押ししてみましょう。ユニコーンアップグレード、こういうことですね。はい、ユニコーンコマンダー、長押ししてみます。はい、では次こちらですね。こちらは仮面ライダーエターナルレッドフレアバージョンです。あの腕が赤いバージョンですね。そちらのガイアメモリになります。エターナル、エターナル、はい、ということでこちらはこの音声のみとなっております。そしてエターナル、光り方もなかなかいい光ですね。エターナル、なかなかいい光を放っております。はい、では次行きましょう。サイカス、サイカス、ダイヤモンド、ダイヤモンド、ドクター、ドクター、
これ最後のメモリなんですけど、いいですね。ロケットロケットはい、ということで、また次回へ続きます。ではまた明日。